頬が少し赤い。どうしたの？あ、これベタで恥ずかしいんですけど、ついさっきビンタ食らって、彼女とめっちゃくちゃにキスしてる時間違えて他の女の名前呼んじゃったんです。いやー、俺としたことが大失態。そうなんだ、いろいろあったんだね。レゴシ先輩は彼女いないんですか？いないよ。じゃあ好きな子は？この話は終わりね。なんでなんで、どこ行くんですか？ああもう、修行に集中するためにせっかく忘れようとしてたのに。待ってくださいよ。先輩超純粋なんですね。一匹決めてる子がいるんでしょ。すごいな、なんか犬っぽい。こいつに分かってたまるか。欲望の赴くままに生きるこいつに。僕に教えてくださいよ、純愛の極意を。なんで恋人を一匹に絞らないとみんな怒るんですか？誠実じゃないからでしょ。誠実の定義なんてみんなそれぞれ違いますよね。僕にとっては自分が楽しく過ごせるように心がけること。モラルなんてものは僕らに何も与えてくれないじゃないですか。だからもし僕がレゴシ先輩にパクって食べられちゃったら、その時だって僕先輩のことを責めませんよ。そう、例えばこうやって密室の薄暗い中で2匹きりになると、僕は相手が女子だったらすぐキスしたくなる。先輩は今僕のこと食べたいですか？許してくれる羊が目の前にいますよ。